見守り音楽堂です。見守り音楽堂ではあなたの LINE に毎日365日音楽療法をお届けするサービスです。一緒に歌ったり体を動かして健やかな習慣を作ってまいりましょう。詳しくは概要欄をご覧ください。それではスタート。はい、おはようございます。おはようございます。見守り音楽堂です。本日も皆様とご一緒に懐かしい歌や季節の歌など、秋ですね、はい、歌ったり聴いたりして楽しい時間過ごしてまいりたいと思います。担当しますの音楽療法士の小川です。音楽療法士の細川です。よろしくお願いします。それではまず最初に本日の日にちの確認をしてまいりましょう、はい、本日は令和4年9月4日です、はい、日曜日です。ちょっと歪んでるやつ、まっすぐしましょう。はい、はい、これでまっすぐになりました、はい、9月4日の日曜日です。はい、はい、今日は何の日かということですけれども、おそらく9と4でクジラなんですかね。あー、クジラの、なるほどね、クジラ美味しいね。あーね、はい、そして関西国際空港開港記念日、はい、そしてクラシック音楽の日、そうですね、素敵な曲がはい、はい、じゃあ今日お送りする曲ご紹介させてもらいます、はい、まずは秋といえば月、はい、ね、月をね見たくなるようなこうね、いいですね、見ながら、はい、晩酌晩酌そうなの、おじさんみたいだけど、はい、で、クラシックということでね、はい、歌の翼にも用意させてもらいました、はい、では1曲目の月の説明お願いします、はいはい、皆様も学校の音楽の時間におそらく習われたと思います ね、出た出た月がって丸い丸いまん丸いって ね、お盆のような月、そうで炭のような雲に一度隠れてまた出てくるので、ね、あーなるほど、はい、1919年明治時代に作られた曲です。明治に作られた、明治時代に作られたですか。わかりました、はい、歌ってまいりましょう、はい、ミュージックスタート。今日はカタツムリの歌を使って手遊びをしていきたいと思います。グーチョキ作っていただきます。チョキの上にグーを乗せます。チョキの上にグー、これでカタツムリです。こチョキの上にグー、カタツムリができてます。これを繰り返してください。歌も一緒に歌いましょう。これで終わります。はい、皆様本日の手遊びはいかがでしたでしょうか。はい、では次の曲はですね、はい、クラシックという感じで、はい、歌の翼をご用意させてもらいました。はい、説明お願いします。はい、こちらはですねクラシック音楽、メンデルスゾーンが作曲いたしました、ハインリヒ・ハイネ、ハイネという、ね、方が1827年に発表した、詩に、メンデルスゾーンが作曲した。日本では
2種類の役がございます。あ、そう、はい、で聞いてまいりましょう。出てくるでしょうか。ミュージックスタート。皆様、本日の3曲いかがでしたでしょうか。いかがでしたか。では、1曲目は、月、そしてその次に歌の翼がご一緒してもらいました。はい、ということで3曲お楽しみいただけましたでしょうか。明日の曲を、明日は何ですか。はい、明日は9月5日はい、まずは虫の声、あ、チンジロチンジロですね、はい、それから、炭鉱節、あ、これですね、はい、ではまた明日も、お楽しみくださいますように、本日も良い日に お過ごしください。また明日お目にかかりましょう。ごきげんよう。